皆さんご機嫌いかがですか？オーストラリアシドニーで発行、シドニーでのライフスタイルのみを追求したオールカラーの無料日本語雑誌月刊ジャパラリアです。今回の投稿はシドニーのレストラン取材動画をお送りするシリーズで、前回は回転寿司の寿司トレインローズベリー店でしたが、今回は月刊ジャパラリア2022年2月号の関東エリア特集で紹介したレストランの一つというよりも、このシリーズ初の美味しいケーキと食事が楽しめるパティスリーカフェの登場です。シドニーレストラン取材、レクレアパティスリーというわけでやってまいりました。モスマン、シティ方向からニュートラルベイというサバーブに入ると始まるメインストリート、ミリタリーロードがモスマンで二股に分かれる交差点スピットジャンクションを、そのまま右手に通じるミリタリーロードに入ってすぐの左手3軒目、日本人オーナーパティシエ高子さんが構えるパティスリーカフェレクレアパティスリー。日本風の上品な味のケーキを求め、遠路はるばる買いに来るファンも少なくありません。スイーツは持ち帰り用の店頭販売だけでなく、店内席でいただくこともでき、ベビーチェアがあることからも分かる通り、小さな子供連れも大歓迎。クリスタルのシャンデリアが素敵ですね。ディスプレイカウンターには美味しそうなケーキの数々がずらりと並びます。ケーキだけでなく、ご覧の通りこちらも同店自家製の焼き菓子も売られています。やはりスイーツだけでなく食事のメニューも充実していて、メニューはこんな感じです。いわゆる通常の洋風カフェ飯だけでなく、日本人の高子さんならではの茶そばサラダや手作り餃子もあり、はい、そしてこちら関東エリア特集担当のあきこさんです。あきこさん、今日もよろしくお願いします。というわけで早速実食タイム行きたいと思いますけれども、はい、本日まず第1品目、こちらはフレンチトースト、ね、そうですね、はい、ではあっこさん早速実食お願いします。いただきます。美味しそうですね。はい、はい、どうぞ。いかがでしょう。クリーミーで美味しいです。クリーミーで美味しいですか、うん、バターの香りがふわっとして、バターの香りが、うん、すごい優しい味です、クロワッサン生地のパンを使った同店のフレンチトースト、表面は香ばしく焼かれ、中はとても柔らかく、一口食べれば驚きの口どけ、甘すぎないちょうどいいバランスで、どの世代にも愛してもらえること受け合い、ラズベリーソースと甘酸っぱい果実が口いっぱいに広がり、これを目当てに来る常連客もいるほど人気筋。はい、そして2品目、こちらはシーフードリゾットですね、はい、ではあきこさんどうぞ。はい、どうぞ。いただきます。熱そうです。熱そうです、ね、いただきます。はい、うん、熱そう。熱々、うん、美味しいです。だしはどんな感じ。だしがシーフードの味がすごい、お米に魚介のだしが出てて、はい、美味しいです。堪能してください。エビやムール貝、イカ、白身魚の新鮮な塩味と磯の香りが広がる本格派のシーフードリゾット。玄米、黒米、白米を混ぜているのも嬉しいポイント。落とし卵で栄養も満点。はい、続いて、今度はオムうどんですね。オムそばっていうのは割と聞いたりしますけど、ね、うどんバージョンっていうのはちょっと珍しいかもしれないですね。はい、嫌ですね。はい、ではあっこさん、はい、来てください。うわ、すごいですね。すごい、いっぱい、ぎっしり、ぎっしり入ってます。いただきます。はい。いかがですか。美味しいです。うん、おむそばよりもあっさりしていて、あ、
おむそばより逆にあっさりしてて、はい、いろんな年代の方でも食べれると思う。特にお子さんとかにも楽しめるんです。あ、なるほど、はい、はい。おむそばならぬ珍しいおむうどんも大人気。焼きうどんを包んだオムレツに鰹節、青のり、紅生姜、マヨネーズ、ソースのトッピングはお好み焼きを連想させますが、味付けがくどくなくあっさりとしているのでいくらでも食べられてしまいます。リピーター続出なのも納得。はい、そしてもう一品、今度はシフォンケーキですね。ではあきこさん早速、黒蜜をかけて、はい、お召し上がりください。すごいですね、美味しそう、美味しいですね。はい、どうぞ。ふわふわですね。ふわ、本当に見てるだけでもふわふわ、ふわふわですね。いただきます。ちょっとふわふわですね。ふわふわすぎて、ふわふわすぎて取れない。いただきます。はい、本当にふわふわ、本当にふわふわ、食べてもふわふわ。なるほど、口の中でシュッてなって、どうぞ。店内席でいただくスイーツなら、こちらも生クリームと黒蜜が添えられたシフォンケーキを。とにかくふわふわで口の中でシュワッと溶けていきます。さらにこちら、実食シーンは撮影していませんが、高子さんがどれでもお好きなケーキもどうぞと言ってくださったので、お言葉に甘えて、定番ケーキから日本人の大好きなスポンジの密度があり、クリーム感がしっかりとしていて、食べ応え抜群のいちごショート。ベースとなるアーモンドタルトが厚くサクサクで、滑らかな栗ペーストととても良いハーモニーとなっているモンブラン。チーズの風味が生きるバランスで仕上げており、さすが日本人パティシエといったニューヨークチーズケーキもいただきました。ちなみにこの画面の値段表記の EI は店内席でいただくイートイン、TA はテイクアウェイ、日本ではテイクアウトという言葉でおなじみの持ち帰り用の場合のそれぞれの料金です。ケーキと一緒に出していただいたドリンクは最近人気だという黒ごまアイスラテ。リクエストにより甘さ控えめで作ってくれるので、少しほろ苦く黒ごまの風味が存分に楽しめます。はい、こちらがレクレアパティスリーのオーナーパティシエの高子さんです。はじめまして、こんにちは。こんにちは。高子さんは日本でも、パティシエとしての経験が何年ぐらい終わりだったんですか？日本では実はゼロです。あ、でも働いてらっしゃったんですね。そうですね、タイヤで働いてました。はい、パティシエとしてはゼロで、オーストラリアに来てから勉強しました。なるほど。で、こちらのお店を、オープンされてもう何年？びっくりの10年です。10年、はい、10年経ちました。あっという間ですね。あっという間です。ちなみに太郎さんご自身がお好きなケーキっていうのは何なんですか？私は個人的には軽いケーキよりもどっしりしたケーキが好きなので、チーズケーキが一番好き、そして一番美味しいと思う。なるほど、はい。なんか、皆さんにちょっとメッセージじゃないですけど、はい、そうですね、モスマンはバルモラルビーチとかタロンガズーなど観光するところもいっぱいあるので、その帰りもしくは行く前にちょっとお店に寄っていただいて、美味しいケーキを食べてから観光に行かれるのもいいと思います。ぜひぜひ近くに来る際はよろしくお願いします。はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで実食タイム終わりましたけれども、ちょっと皆さんびっくりなんですけど、この出していただいたお料理、なんと、まあ私も食べてますけど、あこちゃん全て完食。今日のお料理はどれが美味しかったですか？もう本当にどれも美味しかったんですけども、そうですね、シーフードリゾットは、はい、私すごい好きでした。美味しかったですね、うん。で、お米がやっぱり黒米と、はい、玄米、玄米がね、はい、混ざってるので健康にもいいと思いますし、ケーキも本当に全て美味しかったです。どれも、うん。ぜひまた近々ケーキを買いにいらしてください。そうですね、はい、行きます。じゃあ今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。取材の最後に、こちらも高子さんからお土産として、あきこさんと私に茶そばサラダを一人前ずついただきました。
野菜の下にたっぷり茶そばが隠れていて、食べる際に別添えのドレッシングをかけていただくと、麺もくっつかず綺麗にほぐれて、とても美味しかったです。レクレアパティスリーの正確な所在地や電話番号などの詳細は、この投稿の概要欄に記載していますので、シドニーでレクレアパティスリーにケーキや食事を食べに行きたいと思われる方は、そちらをご参照ください。それでは、ご視聴ありがとうございました。よろしければ次回もまたぜひご覧ください。